こんにちは、ミュージックラボピアニストの根木まりさです。いつも動画ご視聴いただきましてありがとうございます。今回は久しぶりのこの企画、折りたたみピアノ徹底レビュー。イエイ。私はですね、2021年、はい、こちらの動画で折りたたみピアノ徹底レビューを行ってからですね、この折りたたみピアノという世界を知りまして、その後さまざまね調べてはいたんですけれども、自分で購入するには至っていなくて、実はこの時の2021年のこのピアノなんですが、旅に持ち歩きすぎてちょっと壊れた今回ロンアイさん、はい、こちらの楽器メーカーさんなんですけれども、このロンアイさんからメールをいただきまして、新製品が発売になるということで楽器提供いただきました。ロンアイさんから出ましたフォールドプロ2、今こちらに置いているものなんですけれども、はい、こちらを楽器提供いただきまして、こちらを徹底レビューしていきたいと思います。楽器提供いただきましたけれども、皆様に忖度なく、いいところも悪いところも徹底的にレビューしていきたいと思いますので、皆さん最後までお付き合いいただければ幸いです。そして何か電子ピアノを選ぶ際のお役に立てれば幸いです。それではまずこの本体の紹介に行きたいんですけれども、私送られてきてびっくりしたんですけど、結構大きいです。これちゃちゃん、この箱で入ってきたんです。大きくないこれびっくりしちゃった。意外と大きいから。でこれに、本体が今回は5キロだったかな、はい、5キロなの で5キロで付属品が入ってる状態でやってくるので、結構大きいし重いです、はい、なのでマンションとかでね、アパートとかで荷物を宅急便ボックス、宅配ボックスとかに入れるよという方、ちょっと大きさ気をつけてください。意外と大きくきます。で今ねここに並べてるんですけれども、もう、こう折りたたみなので、もちろん折りたたみの状態でやっていきます。で今これ広がってる状態ですよね。でここにねプッシュっていうのがあって、よっとっと、はい、でこれで折りたたみになります。持った感じ5キロなんで、まあ重くはないけど軽くもないかな、はいで付属品がついてきてます。付属品はですね、今ここに挿している、この、はい、電源コードですね。もちろん電源コード、そしてこれペダルなんですけど、ペダルはねやっぱりこういう感じの電子ピアノってしょうがないですよね。もうあんまりレッスン、まあこれ以上は言いませんよ、ちょっとパコパコしておもちゃみたいな。ペダルはですね、もっと本格的なグランドピアノみたいな感じのものが欲しい場合はペダルだけって売っているので、それはそれで高くないから、ペダルが欲しかったらそういうものをね購入されるのがいいんじゃないかなと思います。で、こちらですね、イヤホンがついてきています。音に名前を付けられるシール、ピアノ&キーボードスティッカーズというステッカーがついてきます。ドレミとか書いてます、シールですね。で、こちらなんですけれども、こちらは USB の線になっていて、ミディキーボードとしても使えるので、パソコンに接続してアプリケーションダウンロードする必要はあるんですけれども、パソコンとつないでミディキーボードとしても使えます。なのでミディで作曲するよっていう人はこういうのもちょっと視野に入れてもいいのかもしれないですね。でそれ以外には、おっと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 、はい、こちらは言わずもがな譜面台ですね。でカバンがついてきます。さすが折りたたみピアノ、持ち運びに便利ということでカバンもついてくるんですけど、私ねこういうカバンはね信用してなくて、入るのかなって謎のね、ちょ細かい精神出ちゃうんですよ。ちょっと入れてみたいと思います。入ってくれるといいんだけどな。あ、結構ちゃんと入りそう。たまにねパツパツでね全然入んないとかあるんだけど、素晴らしい。いかがでしょうか。こんな感じです。でも重いよ、結構本当に結構本当重いので、車で行くならありかなって感じなんですけど、ちょっとこれで電車でとかはちょっと私は嫌だなって思っちゃいますけど、水平なところで使ってくださいというふうには書いてあるので、私はキーボードスタンドの上に今載せてますけど、テーブルの上とか全然 OK じゃないかなって思います。では実際にこちらをですね広げていきましょう。あららら、でこうカッチンって言うんで、今みたいにカッチンって言うんで、で載せるとすごいいいなと思ってるのが、ここ真ん中で持ってももうベコってへこまないんですよ。これほら、このまま浮く
これはすごいいいなって思いました。ベコっていかない。なのであの X のスタンドとかでもこれ全然 OK ですね。不安定さが全然ないです。こことかに結構ガンガン引いても大丈夫そうで、電源を入れます。で、私は今ねもうずっとここで充電をしていたので充電できてるんですよ。これ充電は3時間ぐらいしてくださいって書いてあったので3時間ぐらいするのがいいみたいです。私は今、ここ開けてからすぐなので、まあ、20分ぐらいしか充電してないけれども一応電源はつきました。で、音も鳴ります。それでは実際に本体を見ていきたいと思います。本体これ88鍵盤あります。ありがたいですね、88鍵盤。まあだからちょっとやっぱり長いけどいいよね、やっぱり88鍵盤嬉しいなって思います。で、これのこの電子ピアノ、この折りたたみピアノのいいところはボックス鍵盤だよっていうこと。ここが、まあ、やっぱり弾きやすいですね、ボックス鍵盤。はい。で、この鍵盤のサイズがこのグランドピアノとかのアコースティックピアノと同じですよって書いてあるので本当かと私は思っております。なので測ります。まずですね、鍵盤の太さなんですけれども 2.2 センチぐらいで、こっち側も 2センチですね。まあ本当に同じです。だから鍵盤の太さは一緒だから、こうねドミソとか押さえた時にこっちのドミソとあまり違和感が、このサイズの違和感っていうのはないです。では続いてこの縦の長さ、鍵盤の長さです。鍵盤の長さはね見た感じなんか短そう、 14.2 ですね。こっちが 14.2 なんですけど、こっち側が 15.2 なので1センチこっちが短いですね、まあ1センチいいですかね、1センチぐらいね、はい。で、あとは鍵盤の深さです。音が鳴るまでの下に行く深さなんですけれども、こちらがちょっと見ない、2センチ。違う、2.2センチぐらいあるので、若干鍵盤が浅い感じがするかもしれないです。ちょっとやっぱりこう弾いた時に、こっちの方が断然軽く感じると思います。すぐ音が鳴るなっていう。なのでまあお子さんとかね、あのまたあとピアノを始めたての方には鍵盤が軽くて弾きやすいんじゃないかなと。続いて折りたたみピアノの特徴として、結構ねこういう風にガンガン弾くと、ここがなんかねなんかやばいって言ったらいいんですかね、こうグラグラするみたいなのあるんですけど、これ全然なくて折りたたみであることをちょっと忘れる感じです。ここがねやっぱりしっかり止まっているので、全くなんか折りたたみを今ここに置いているっていう感覚が全くないんですね。1本の電子ピアノを置いているような感じが今すごく引いた感じしています。グラグラふわふわ不安定な感じ全然ないです。これすごいな、安定感がすごいあります。これは本当素晴らしい。で、今回ですね、会社さんから言われているのはスピーカーが変わったんですと、スピーカーがすごくおすすめなんですっていうふうにおっしゃっていただいてるんですね。で、スピーカーここに1個2個、ここ一番大きいのがついてます。で、ちょっとごめんなさい画面から切れちゃうんですけど、この一番なんていうかな、左端と右端にちょっとちっちゃいスピーカーがついていて、ここにはないんですよスピーカーが。いや私知らなかったんですけど、確かにと思ったんですけど、電子ピアノここにスピーカーついてたりするものあって、今までの1個前のモデルっていうのはここにスピーカーがついてたんですって。だからこっちが上向きになったので、こう自分に来る感じっていうのもすごくあるし、壁にこうグンってくっつけちゃっても音が鳴るっていう意味ではそうかなと思います。ここがね壁でも大丈夫で、私はですねここの辺 の、まあ、メトロノーム機能とかリズムとかデモ音源とか音質変えられるとかこういうのいろいろあるんですけど、基本的にこういうのはあんまり使わないので、ここの解説は割愛します。もうとにかくピアノっぽく弾けるのかどうかっていう、もうそこの1点だけを私はこだわっていきたいので、はい、どれくらいこのグランドピアノ、まあ、アコースティックピアノの代わりになり得るのかっていうことをメインに考えていきたいなと思います。では弾いてみましょう。これが今ゼロで音が鳴っていないです。で、ここからツツ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 ツ、最大音量がこれです。
はちょっと結構汚らしい音がギャンギャンっていきますね。まあ優しく弾けばいいね。それではまず1曲、ちょっと明るい曲を茶色の小瓶弾いてみたいと思います。だったでしょうか。ちょっとね、結構割れるんですよ音が。でちょっと歪みがすごくて、音量自体をもう少し、今15の音量から9に下げたんですけれども、これくらいの音量だったらいいのかも。やっぱりマックスは音割れますね。じゃあこれくらいで、こんな感じかな。ちょっと音色変えたいと思います。これだったらちょっと時期外れかもしれないけれども、こういう曲、これすごい綺麗ですね。それでは弾いた感じのいいところと悪いところをご紹介したいと思います。やっぱりグラグラしない、これすごくいいなって思ってます。折りたたみピアノやっぱすぐグラグラするので、グラグラしなかったのはすごく高ポイントですね。であとやっぱり鍵盤の太さっていうものが、こっち側のグランドピアノとほぼ同じ太さになっているので、やっぱりこのあたりすごく弾きやすいなって思います。で悪いところなんですけれども、さっきもちょっとねこういじって確かめてましたけど、音量のスイートスポットっていうのがあるみたいです。今、音量9でやってるんですけれども、9よりもちょっとやっぱ上げてくると音が一緒に弾いた時に割れ始めるんですよね。まあこんなギャンギャン弾かなきゃいいのかもしれないんだけど、これくらい、今8ですね。これくらいだと本当にボンってバンって弾いても割れないので、やっぱりその最大音量では弾いちゃいけないんだなっていう、音量のスイートスポットっていうのがあるのかなっていうふうに思いました。でもう一個ちょっとこれはやっぱ弾きづらいなって思っているのは、鍵盤のスイートスポットっていうのがあるみたいで、鍵盤もなんかこっちだと触れたら鳴るよねっていうぐらいの音、こう指の感覚で弾いたものが音が鳴らなかったりとかする場合があるので、ちょっとそこがやっぱり弾きづらいかなっていうふうに思っています。音量の差っていうのも3段階ぐらいなのかな、これ一番小さいのが
ここまでしかならないので、これより小さいがならないんですよね。なのでここからこれが一番大きい。なのでこのやっぱりレンジがそんなに広くはなさそうだなっていうのが思ったところです。まあでもね、折りたたみピアノでこれだけ音量差つけば十分ですよね。決め締めに今言いましたけれども十分ですよ、と思います。でスピーカーがやっぱりここについているので自分の絵の臨場感っていうのはすごくあると思いました。それ以外にもデモだったりとかリズムパターンが鳴ったりとか、こういうのとか、あとメトロノームも鳴ったりとか、はい、あ、止まって、はい、私も折りたたみピアノこれで3台目になるんですけれども、その3台の中ではかなり一番アコースティックピアノの弾き心地っていうものに近いなって思いました。なのでなるべくアコースティックピアノに近い方がいい。あんまりすごくちっちゃく折りたためなくてもいいんだとか、まあ、お値段もね、まあ、やっぱり3万円弱ぐらいするのでそれくらいだったらいいよってお考えの方であればこのピアノおすすめなんじゃないかなって思いました。ではもう一個なんですけれども、今回これフォールドプロ2っていう新商品なんですね。で今現行モデルとして、まあ、前の旧モデルとしてフォールドプロ1、まあ、まあ1とはついてないフォールドプロっていうものがあります。で変わったんだ、変わったんだよっていうふうにおっしゃってくださっているので2つ送ってくださいって言って前のモデルも送ってもらったんです。ということでちょっとね比べてみましょう。より先に声がする、まだ6時セミが燃える、夏がやってくる、じり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 、セミが燃える、夏がやってくる。